はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。アウトラスト、続きや、あ、なんか書いた。続きやっていきます。まだ無傷だ。俺はここにいるよ。リサ、奴は俺の体を切って、新婦を作ろうとした。なんだよ、俺。でだ、バッテリーまで全部没収されて、向こうから来るんだよね。で、おまけに足がこんなんだから、バレないように、しなきゃいけない。誰がビッチだ。ちょっと待って、ここに住んだ。どこにいたらいいんだろう。めっちゃ見てるけど、めっちゃ見てるけど、こっち。ちょっと待ってくれ。むずくね、ここ。むずいぞ。なんか足で踏むっていうね、謎の。あ、ありがとうございます。むずっ。ここで見てない。どっかこの辺まで一旦戻って隠れれる場所があるかな。ん？なんだ？あ、ロッカーあったの。見なかった。あのロッカーだ。あ、あのロッカーか。そこ行けねえの？こっちは？開かない。え、じゃあ一旦戻ってロッカーに隠れて、でも遠いな、なかなか。出てきたらロッカー行けんの？で、ロッカー。めっちゃ見やすいロッカー。走れないって結構つらいね。つらいな。でもカメラがないに比べたら。いやでもここに隠れたところで部屋の端っこだけど、どうやって向こうに。そうなんだよね。来てるか。音しないな。出たら目の前落ち。いや、それごめん、それが嫌なんだから。どうしよう。出る。目の前で、いやいやいや、ダメだこれ、逃げれない。ん、あれ、あれ、あ、お、遅っ。あ、お、遅っ。あ、あ、いけるんだ。強制カットが入ったらダメだけど。何度ここ。ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、ああ、せっかく来たのに、あ、いけるいける、いや、いけないって、弱った、せっかく来たのにな、くっそ、この辺に隠れてようかな。出てんじゃねえかよ。早えよ。ここで一回くるって巻いて。もはもは応仁方式だ。もうこれ簡単でいいんだよ、もう。さっきの部屋が行ったら多分ダメ臭いところな気がする。待って、今なんだ、今のマネキンじゃね。人かって。人干されてるぞ、なんだこれ。でもこっちしか行ける道ないな。向こう奥抜けられない。
あ、抜けれる。こっちか。こっちか。早く早く早く。見えな。こっち。あ、出れる、外。オッケー。よいしょ。よし。うわ、高い。引いたい。俺置いてくか、本気か、俺置いてくのか、もういいけ、この知らずの尻がる女。ベあ、結構死んだな、ドキュメントある。ガレット・スノー石バッテリー、バッテリー、じゃあ行こうか。あ、ここさっきのエレベーター？違くね？場所がないじゃん。場所が壊れた。足はもうこれどうにもなんないのか？ん？足はどうにもなんないのか？なんないだろう。あ、バッテリーあった。ひとまず使おうか。鍵が必要ですか、またか。鍵かな。男性と絶対あかんとこですやん。うわうわうわ、あ、ふざけるか。なんだこれ。濡れた洗濯物や皮を剥がれたウサギのようにぶら下がったして、だこれ。メインストーリーより、うっ、びっくりした。バッテリーある。メインストーリーより狂気ですやん。オープン。いいよ、ちょっと。あ、上行けるな。あ、足が出てるぞ。足が出てるぞ。うわどうされたんだよ、これ。大豚にここに突っ込まれたのか。あ、ここ出るのか。うわ。めちゃる。めちゃる。あ、これなんか体育館にありそうだ、ね。あれ。あ、またか。歌ってるだけ？ちは？あ、バッテリーがあった。じゃあ開くな。あっち開くけどこっちはなんだ。教室？教会だろ。学校？教会だろ。教会だよね。神父だろ。なんか嫌な感じしない。あ、鍵がある。あ、これ鍵取ったら来るやつ。絶対そうだ。ちょっと向こう側、多分これ向こう側からもこっちの部屋に来れるよね。あ、バッテリーじゃないや。さっきロッカー部屋あって。そのまま来れちゃう。こんな足で逃げれるかね。ルートをさ、確認しとかないとね。あれ？行き止まり。あ、やっぱさ、あっちか、あっちからしか行けない。ここ開かなさそう。あ、なんか物で塞がってたの、ここ。よいしょ。先に気づいてよかった。先にここ開けとこう。
開けといて、よし、取るぞ、取るぞ。それ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 、うーうわ、来れないこっちこっち、あこっち、えああああああ、まさかこいつ強えな、こいつ強えな、大豚とか火にならないぐらい強い。取る前にいたってところもね、焦っちゃったな。あーっと、今これどんな状態だ、これもう一回どかせよ、どかせてルート確認しておいた方がいいって、どかせてギリギリまでこっちに来させて、あでバーンっていくべね。で取ってこっちまでギリギリ来て、うわ近い近い近い、あ向こう行って、こっち来るんだよね、来るからこっち来て、次こっち来たら、あれあれ無限ループじゃねえかこれ、いや次こっち来たら向こうからピュッて逃げればいいです。ん？あれ？あ、来た来た来た。よっ。よし。今急いで行くぞ。今、今行こう。あ、ドア開けられちゃったな。あ、大丈夫か。うわ、うわ、二人いる？二人いる。急げ。近い、え、なんで、あ、そこ空いてる、え、え、なんかもうドラクエ状態、ドラクエ状態、ちょ、え、逃げる、オッケー、あー、でも音楽続いてるよ、え、続いてる、オッケー、あ、オッケー、さっき、バッテリーみたいなの押してた、もう、逃げる、どこの鍵ですか、今の、もうちょい前で、あ、そっか、あの、うん、ここか？よーし。えい！ああ、うわ、またか。お前どこまで来んだよ。今、どこに投げる？痛い。お前ら二人でやってるよ。いやー。ああ。え、なに？干された。え、待って、これ首締まってんじゃねえの？はい、これ死ぬ、うわ、違う、いや、こんなとこで死になくない、もう、もがけないのか、これ、なんとか、やばい、救世主来い、やばい、やばい、死ぬ、あ、あれ、あ、落ちた、じゃあ、あげられた、うん、良すぎやろ、いやー、やめて、あ、あ、いや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 、おらおらおら、は？どこやの？あ、あ、行きたい。アプリケーションエラーが起こったけど、どうなるんですか？すみません、殴られて。ご丁寧に車までつけていただいて。うおお、またエラーになったりしないよね。うおおおお、どうなった、なんぞ、あ、なんぞ、え、
わ俺たちは美しくなることができた。おお、どういうこと？逆に吊るし上がっちゃった。うおー、なんか刺さってる。もう一匹は？一匹どっか行った？うおー、なんか内臓出てるし。奴は死んだ。素人の外科医、父親になるはずだったのと。内臓はズタズタにされ、腹からは引き張り出されている。俺は必死で笑いを耐えている。あ、リサ信じてくれ、本当だ。やっぱこの主人公もおかしいな。うん。いや、おかしくなってくるよ。こっちに行けばいいのかな？ん？違うな。こっち先来たところ。こちらか？鍵開けてやられたんでしょ？あ、怖い。あ、いや、閉じない、閉じない。そうだ、さっきのところ行けばいいんだ。うん。いや。鍵のとこいいよ。とんでもない石を放ってんじゃん、こんなところ。で、未だに足はこんな状態だけど。よし。あ、こっちじゃない。こっちか。うん。ここだ、出口。やっと出れる？やっと出れるか？そろそろ出れるか？フラグでしかない。いい加減出れるか？なんか書いてあるぞ。なんか、メインストーリーにもこんなのあったぞ。この主人公は助かるエンドにちゃんといけるのか？いや、無理でしょう。あ、あれ？燃えてる。え？よし。燃えてるけど。めちゃめちゃ燃えてる。あ、これもしかしてあれか。メインストーリーでちょうど神父が燃やされた時あたりかな。え、何？続いてんの？え、だって、ん、どうだろう。なんか、時間なんか関わってそうな気がしなくもないけど。そういう感じなの？あ、誰かいたよ。あれ軍の人だって。あれあれあれハサミじゃん。あれ裸エプロの人じゃん。これやっぱメインストーリーと続いてんだ。続いてるね。しかも軍の人たちが来てるってことはだいぶ終盤だ。うん。使えて保護する。社内に派遣された警察、傭兵、契約で雇われた民間の軍隊。どう呼ばれているか、今はどうでもいい。奴らは残された我々と同じくらい役立つはずだ。脱出せよ、逃げるんだ。あらら。まさかこんなところで見ることだ。ほんとな。じゃあこれ、そのハサミ病棟、あ、な、お、軍がいるんだ。やばいですね、人間に殺されてしまいますやん。あ、ドキュメントがある。前略、遺体安置所の管理人というあだ名が付けられている。あ、バレてない。バレてない。マヌケやな。あ、いける臭いな。ん？あれ？いけ。開かない。うまい。ここは？あ、開かない。来ない。なんか出れる臭いな、もうそろそろ。燃えてる。ライブコープ発から来るの早くね。あの主人公。いや、そうだよね。え、でもトレガーがあんなことになってるってことは、そういうことなんだと思うけどな。まあね。めちゃめちゃ燃えてんじゃん。もしかして朝なのかこれ。そろそろ。そう。
火が出てるのもあるけど。あれこれなんか、エントランス臭くね？お。しかもさ、この辺だったらもう多分大豚も。これはだって大豚で隠れたよね、ここで。あ、隠れた。ここ隠れた記憶がある。隠れた記憶があるぞ、ここ。おお。出れるんじゃないか？もう明るいよ、ね。怖さが全然なくなった、一気に。ああ、便所もある。はい。ああ、エントランスだ。おあ、しかも降りれる。あれ？うわあ、最終回、最終回ですか？今回。出れる、限界。出れるね。出れそう。え？ギガンの人？違くね、あの襲ってきた人じゃね。そうかな、あれ別々の人なのか、あれ、うん、ジェレミー・ブレア、ジェレミー・ブレア、俺のスーパーバイザーのスーパーバイザー、まだ死亡していないとしてもそのうち死ぬ。奴のことはできるだけ同情しようとしている。本当だ。でもどうやって奴が俺の脱出を止める、どうやっても奴が俺の脱出を止めることはできない。もうすぐ家に帰ってくるよ、リサ。これもう終わるね。え、助かりエンドですか、やっぱ。いやー、いや、なんか。出た瞬間撃たれて死ぬみたいな。いや、ないでしょ。助けません。え？え？うわ！おう！そういう感じ？やっぱ死ぬエンドなのか。誰にも知られず。誰にも、おう！なんだ？あ！あ、ボールライダー。結果ボールライダーは。結果ボールライダーか。うわ！うわ、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 うわ。わかんないぞ。うわ、最後の最後で血みどろにされたよ。なんであいつ逃げてなかったんだ。ナイフを片手に待ってたの。パークが来るの。もしかして俺の部屋に殺されるかいつ感じ。こいつもそういう感じだ。あれ、今回は本当にウォールライダーに助けられた感じ。お、あれでもウォールライダーってメインストーリーの主人公に取り付いたとかじゃなかったっけ、うん、そう。お、明るい。お、マウントマッシブ精神病院。あ、あれ、グッドエンドですか、これは。そんなんで返してくれんの。果てしなく広かったな。あ、でも車、あれ、あの、この辺で乗り捨てたよね。あ、あれだ。あれか。あれ、でもこれってメインストーリーの主人公の車じゃん。主人公の。いや、この際もう死んでるから。もらっちゃうか。うん。どう、光ってる。お、マイクのジープを使う。内部告発のおかげで、逃げれるという。逃げる。あ、なんだ。あれ、誰かいる、誰かいる。お、え、誰、めちゃめちゃ中二病だ。あれ主人公じゃね、今のメインストーリーの。マジで？だってなんか、取り憑かれた？ウォールライダーになんか、まとってたよ。え、なんか、まずいよ。あー、やばい。あ、う、え、あー、え、なに、結局、あ、運転できる。早く逃げて。逃げろ、逃げろ。お、お、逃げれた。ボタンを押せ。後戻りはできないぞ。パクさん、マーコフ社の社員を破滅させるのに十分な確固たる証拠がある。君はマウントマッシブから生存したまま脱出し、君のトラック、うん、ん？マウントマッシブ。リサ。あ、ビデオのデータを。You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. え？ Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Upload. 近くをした映像をアップロードする。結果死ぬの。え？いやでも、ここまで来たんだからもうマーコフ社の、あの悪事を。そやな。他にも選択肢なんて、ないね。あ。仕方ない。アップ
ップロードします。終わった。おこれが内部告発者かな。ひとまずあれだ、メインストーリーのあのマイクだったっけ、名前忘れたけど、メインストーリーの主人公は奥底まで行けたけど、最終的にはウォルライダーに取り憑かれて、ここはあの現場を、まあ、見ることはできなかったってな感じだけど、この内部告発を、結局この内部告発をした人自身が、うん、生きて帰ってくる、生きて帰って確固たる証拠を出すというストーリーだったわけかな。いやー疲れた。疲れたな。このウェストブロワーの動画何日かに分けて撮ってるじゃなくて1日で連続で撮ったからめちゃめちゃ疲れたな。で、一応アウトラストの DLC はこれだけ、この密告者ウェストブロワーしかないんだけど、まあ、もしかしたらまだもしも DLC がまだ出るならやりたいなとか。いや多分もうないだろうけどね。ただ次回作を作ってるとかいろいろ噂はあるので、その辺はまあ後々検討としたいと。んじゃあ、アウトラストベストブロワー密告者はここまでで終えたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。